着いたします。皆さんこんばんは。令和6年の9月の6日 JR 東海道線、掛川行きに乗っていますが、その掛川に間もなく到着いたします。私の今日の目的地はここ掛川になります。あら、なんか珍しく一番なんか端っこのホームに着きましたね。あんまり掛川駅でこちら側のホームに着くことってないので結構レアかもしれないですね。ただいま1番線に到着いたしました。当駅折り返し浜松行きの普通列車になります。ここに到着してくれるとなんと、出入り口なのはありがたいんですけど、ホテルは逆側なんだよな。確か新幹線側なんだよな。確かないのかな。確か東横インは新幹線の向こう側だった気がするんで、掛川駅でございます。そうだよ、確かね。なので階段を降りて新幹線側に行かなきゃいけないんだよね、多分。はい、では、1番線は折り返し用のホームなんですね。50分発の浜松行きになっています。では階段で行きますか。確か南口だった気がするんだよな。今はですね、耳元 CBC ラジオドラゴンズ、チャンスになっているみたいです。0で勝って、ああこっちも階段なんだ。とことん歩いてやる。今日は夜歩くな。あでも大した階段じゃないね。よいしょ。JR 掛川駅は、こちら新幹線乗り場になっています。まだ東京行きの新幹線あるんだね。まあ乗りませんけど、そっか、青春18切符だ。あれ、あモバイルスイカは、ああモバイルスイカのチャージには対応してないんですね。あ、この手の LED はなんか久しぶりに見ますね。あの JR 東海は今あのディスプレイ、あの表示の様式は一緒なんですけどディスプレイでやってるんで、なかなか珍しいものを見ますね。じゃあ降りましょう。はい、青春18、5日目です。はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、東横インこっちですよね。あ、そうですよね。あ、すいません。JR 掛川駅でございます。高木人形、高木人形、高木だから安心って、何ですかね、高木だから安心って。こちらが改札口です。一つのブースで
在来線と新幹線と、または乗り換え専用改札と、分けている感じで上手に作っています。ちょうど新幹線が到着しそうですね。おそらくこだましか止まらない駅の中ではだいぶ利用者の多い駅だと思います。東海道新幹線でこだましか止まらない駅は、当駅と、新富士と、あと三河安城。三河安城もね、ああ見えて意外と利用者多いんですよ。とはいえ名古屋から普通列車で行けちゃうぐらいだからそんなに遠くはない。で東横、あれだ、意外と意外と遠い。先ほど餃子を食べてきたの、豊橋で餃子を食べてきたのでそんなにお腹は膨らむ空いてないので飲み物が調達できればいいかな。コンビニが途中であると、あ、すごいな、続々お客が降りてきますね。あれ東海道新幹線のエスカレーターっていうのは指定席グリーン車側に上り、改札口から見て上りがあるの、自由席側から大量に降りてきてるってことですね。東海道新幹線エクスプレス IC を使ってる方でも上手に買えば自由席より指定席の方が安かったりするんですよね。当日はさすがに無理ですけど、例えば3日前とかに買うとかね。確かグリーン車でも普通車自由席より安かったりするんだよね。なのでこれ迎えに来てる人ですね。みんな JR 掛川駅です。夜なので何も見えないと思いますが、すごいな、お出迎えの人たち。ちょうど東京いや名古屋から帰ってきた人たちなんですかね。お、切符売り場だ格安チケット24時間稼働中。静岡次なんだよね。次の駅まで乗るのに新幹線はちょっとオーバースペックかな。ちょっと試しにいくらか見てみましょう。新幹線静岡1600円、定価が1730円、1680円だから1,2,3,4,50円安い。50円、まあ2人か3人とかいたらねいいのかもしれないけど、一人ならな、それならスイカで乗るなはい、明日はです、今日青春18切符の5日目を消費したので、おっとここすごいですね。最近よく見ますよね、何でもかんでも昔 B21 スペシャルって言ってたけど、タレントのヒロミさんがよく出てくる。確かガストとかね、なんかもうそこら中にこの、B21 のヒロミさんがよく出てますよね。確かにイメージいいですもんね。物事はっきり言うし、また物腰低いし、ものすごいいい人だと思います。なので、キャラクター、展開するにはちょうどいいんでしょうね。はい、掛川駅前からお伝えしています。今日の私の宿はこの掛川駅前の東横インでございます。コンビニねえな。コンビニねえな。ちょっとフロントでコンビニねえか確認してみよう。なくても最悪ロビーに自販機の一つでもあるんだろうから。危ない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 。JR 掛川駅前にございます東横インの向かっております。豊橋から乗り換えなしでやってくる掛川駅というのはたまにあるんですね。で、そのたまにが19時27分発の掛川行きだったので、新幹線で小玉号で来るより
乗り換えなしだし、仮に寝ちゃったとしてもまあ起こしてはくれないまでも、掛川よりも向こう側に行くことはないだろうという感じですね。終点ですよお客さんなんて言って起こしてくることはなさそうでしたけど、さあ東横イン掛川駅南口でございます。本当にコンビニないんだな、まあ、のはい、ではご視聴ありがとうございました。東横イン到着です。また明日様々な動画を撮っていく予定です。なお明日は中日戦を見るので、なんかね遺跡を示唆しているようなコメントがネット上に乱れ飛んでいる、ダイアン・ビシエドさんがしてるのかな。もう正直ビシエドを見に来たようなもんですからね。はい、ではご視聴ありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。では失礼いたします。危ないですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は6両編成です。乗車位置は黄色い数字5番から10番です。この列車は菊川、金谷、島田の順に停車します。7時52分発かえ沖津行き普通列車です。6両編成の 1番線に出入りする珍しい列車ですね。通学時間帯ということもありまして結構混んでますね。6両編成で運用されるのも納得ですね。座れるといいんですが、313の6両編成臭いですね。はい、ではご視聴ありがとうございます。朝の様子でした。ありがとうございます。